来てくれたお客さんにソフトボールの楽しさだったり良さを伝えていけるような試合ができたらなと思ってます。そうですね、やっぱり初めてこの地元高崎で国際大会をやるということで、まあ、私自身もすごく楽しみにしてますし、あの高崎大会はいつもリーグでもたくさんの子どもたちに入ってもらえるので、そういった意味では子どもたちにも世界レベルの試合をぜひ楽しんでもらえたらなと思ってます。